ディズニーデニスコレクション。いやーかわいい。いや見てください、これ。この秋ですね、ディズニーテニスコレクションなるものがスタートします。いやーすごい。あのディズニー、あのディズニーです。今日は商品を紹介していきたいんですけれども、このラケット、そしてバッグ、このリュック、可愛らしいですね。ディズニー好きな方にはちょっとたまらないですね、はい、今回最初のディズニーテニスコレクションのラケットはですね、ジュニア用のラケットから、発売されるということで、ラケットのベースはプリンスさんのテクノロジーを、年長さんとかから、小学生ぐらいまで使えるラケットシリーズがありまして、このデザインなんですけども、ミッキーマウスアルファベットミックス、かわいい、かわいい。これを見てテニス始めたいっていう子もいるんじゃないですか。で今回ディズニーテニスコレクションというものが始まったのはですね、ディズニーさんが持つこのキャラクターとかアートの力と、テニスの持つ団結、そして多様性、そして可能性ですね、この3つをですね、ディズニーさんのアートと掛け合わせることで発信していって、テニスをやる子どもを増やしたい、テニスの素晴らしさを世に広めたいというところで、テニスとディズニーさんが一体となって子どもたちを笑顔にしていこうと、そういった試みでございます。今回非常に重要なのが、この可愛らしいミッキーアルファベットミックスのデザインなんですけども、ディズニーのクリエイターさんがデザインをして、でそれをラケットに落とし込むとかバッグに落とし込むっていうのを、プリンスさんとか、グローブライドさんというそのプリンスさんを取り扱っている代理店さんが使用していくという形なので、本当のディズニーのクリエイターさんがもうグッと入り込んで作られているので、メッセージ性の高い商品になっていると。じゃじゃん、この、これはプリンス製ではなくディズニーテニスコレクションの商品でございますので、全視聴者が今回対象者でございます。なるほど。一つ一つディズニーのクリエイターさんはですね、名前をつけるらしくてですね、こちらのミッキー、リベンジミッキーと、私購入確定と。これもすごいね、刺繍。いや、これそうなんですよ、これ刺繍なんですよ全部。なので非常に高級感もありつつ、ミッキーフレンズが勢ぞろいと。全刺繍だね、はい、そして振動止め、そう、これですね。これも一個一個そうなんですよ、違うんですね。そうなんですよ、表情が違くて、応援デザインと言われるものでメッセージがありまして、この黄色、リラックスしてプレイしようぜ、緑のミニーちゃん、プレイに集中してね、青のミッキー、今日は絶対負けないぞと、ピンクのミニーちゃんはずっと応援してるわと。なるほど。いうことで気分に合わせて、安心なのはただデザインがディズニーでメッセージ性があるっていうだけじゃなくて、こういったテニスにプレーに影響するところはプリンスさんのテクノロジーが全て使われているので、バッグとかもプリンス製ではないんですけど、プリンスの商品を開発しているチームが開発に関わっているので、これはもう最高のコレクションということで、ディズニーテニスコレクション、はい、ぜひ皆さんにお求めいただきたいと思っております。ということでディズニーテニスコレクションを紹介してきましたが、はい、今日せっかくならこのラケットで試合をしたいなと聞こえていまして、はい、なので、ちょっと短いですけれども、はい、小野さんに、ビーストの25インチですね、で、リコに、ビーストの26インチですね、はい、ちょっと今日はダブルスを読んで、マザさん、はい、いきます。マザさんにも入ってお願いして、こういう対戦をやりたいんですけれども、ちょっと我々はリベンジミッキーから取り出す普通のラケット普通のやないか。でもこれいいハンデじゃないですか。そもそも全員普通のラケットでやって、小野田さん混じってる方がそれアジアチャンピオンですから、どうなることやら。でも大丈夫です、はい、これぐらい、はい、ちょっとお二人に存分にミッキーラケット、はい、ディズニーテニスコレクション体験していただきながら、我々はもうリベンジミッキーと、あと振動止めもちょっと後で応援ミッキーに変えようかなと思っておりますので、ちょっと今日はダブルスをやっていけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。イエーイ、こんなところとか、うぜうわー、イエーイ、ちょっと勘に触るんですけど。
絶対に負けないミッキーがついてます。ミニが応援してくれてます。これミニ、ミニね誰だっけ、誰だっけピッチアップ、アップです。サーブ、レシーブ、アタックチャン、お願いします。はい、いかにミッキーさん方の力を借りていようとも、うんうん、まあ、ラケット自体は短いんでやっぱ出力で潰していくのがちょっと、じゃあ早いボールを大野さんに持っていって、そうですね、大野さんに持っていって短いそこであっていうのを期待して、いや、アジアチャンピオンといえどもさすがに25インチのラケットで、そうか25だ、はい、取られるわけにはいかない、これはチャンス、はい、お願いします。いつもより2インチ短いラケット私持っております。けどいつもよりテンションは高いです。高めですウェーイ、返せるかな、ちょっと待って、私バックサイドがいいです。あ、そっか、ワイドサーブ取れねえねこれかわいい。とりあえず返していく、お願いします。でも多分普通にできると思います。お願いします。はい、お願いします。お願いします。やばい、あんま関係なさそうだ狙ってくるとこがやばい、ラケットが早く出ちゃう、こう短い分全然、よしよし、はい、目立つ、はい、ちょっと強めに張った方がいいですかね。そう、コントロールしようとするとちょっとブレるかも。あ、フィフティン、おい、しっ、全然普通に打てました入ってないけど入ってない、入ってないけど、何にもハンデになってない可能性があるセンター、短いってちょっと変な違和感があるけど、まあ大丈夫だよ。お、よしよしよし、これ粘るしかない、粘るしかない、よしよしよし、ちょうどいい感じのボールが返ってきてた。いや、でも一つ分かったのはやっぱりいつもよりカウンターを振らないと、こっちから攻めて、弱いだぜ、弱いだ、はい、えぐっ、おー、ワインサーブ、今のはいいサーブ、サーブいいな、やばい、フィフティフォーティーだ、センターで、はい、フォーティーフィフティー、うわっ、おー、悔しい、お願いします、しょうがない、お願いします、やるの、お願いします、俺やるのこれはちょっとチャンスがあるな、だいぶだいぶいい感じ、いい感じにいけそうです、そう、これを何とか取りたい、ここのブロックですね、ブレイクを、はい、これさ、サーブの時だけさ、これラケット変えても分かんなくね、確かに、それってダメなんですか、ルール的にはダメ、バラな拳銃そうしよう、そうしよう、エロ1、うん、おっ、あ、うん、問題なさそう普通に来る、ふわっ、わあれ全然違うぞ全然違うぞ、今の全然違うぞ、
あ、フィフティン。あっ、そんなところジャンボリミッキー貼りますジャンボリミッキー貼りますいやいやいや、普通にこのやり取りになったらあんま、あんま変わんない大丈夫、普通に感じた。いやいやいや、しまった。よし、フィフティンオール。お願いします。オライ。お、惜しい。おお、よっしゃ。くそ。よし。知らされた。よっしゃない。もうちょっとスピード上げないとダメか。ああ、いいかも。カモ。超いいとこ入った。ダメだ、もう一緒だそう、構えてる、力入れるとちょっとあんまり変わる、はい、あんまり変わる。よし、動かす。よっしゃ、よっしゃ、なんか慣れてきたぞ。ちょっとラケットに慣れてきたぞ、ラケットにやっぱ早い、やっぱ早い、普通に回転もいい使いやすい、意外と絶対に負けない。うわぁ、使いやすいです、使いやすいです。ノーチャンス、あれ、ノーチャンス、ノーチャンス。ラケットを変えたことバレてない。いや、とはいえ、ね、遠いところは多分確かに、確かに構えて地面の力使えなかった時は手だけで行った時はやっぱオーケーオーケー、いつもより正気が。じゃあちょっとセンターへ。はい。あやっぱ来てくれると思った、違う。よしよし、ファースト入れていきます、はい、ボディへ、はい、はい、こちら。おい、よいしょ。あれ、よっ、あれ、あれ、ナイラリー、ごめんなさい、いや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 、躊躇しちゃいました、ごめんなさい、なんでもないの。ちょっとこれを、はい、いや、なんでもないミスはだ、はい、やっちゃおう。あー、届かない。届いたと思ったの今。大人用だった、届いた。5センチ分。5センチ分。これが足りない。センターへ、はい、ね。よし。あ、入ってます。うわ、入って。やっぱり。アウト。やった。おっと。惜しい、惜しい、惜しい。よし。チャンスだ、やばい、チャンスだ、チャンス。やっぱリーチは狭いね。これセンター、これセカンドだったはずません、はい、社長。ほら、きれい。いや、ラケット悪くない、これが悪い。よし、挽回します。ごめん、入ってる。あ、届かない。危ない危ない、しゃあない。ナイラリー。すいません。ちょっとサーブ頑張ります。
鬼スライス。よいしょ。おやたらガシャル。やたらガシャル。すいません。いや、リターンが良かった今。すいません、深かった。しゃあない。挽回します。ラスト。よし、本挽回。攻める。ちょっと打ち負けてる。よいしょ。おー、ナイスだ。オッケー。いい。ここリードします。ナイス。よしよし。シティアルです。よいしょ。おー、惜しい。アジャストか。えぐいとこ入ったけど。えぐかった。よいしょ。よし。ナイス。でかい。いや、そういうのかな。よっしゃ。おはようございます。お願いします。よし。いいよ、好きなとこ。はい、好きなとこ。あ、ごめん。うわ。うぜうぜ。ナイスショー。いいよいいよ。究極の煽り食らった。よし、サーティアルです。よいしょ。よいしょ。あー、ごめん。よいしょ。よし。すごい。帰ってきた。まあ、困ったらあの黄色い人だな。いや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 、いいと。よっしゃ。帰っちゃった。ここ一本できます。よし。フォーティーサーティーです。よいしょ。うまっ。うわー、はははちょっと甘かったかな。いや、よし、皆さん、よし、当たります。母がちょっと蚊に触るんですけど。はい、はい、ディースです。よいしょ。よし。でかい。ミスが多い。ごめんなさい。よし。ごめん。ミスが硬いな。ミスが多いよ。よし、リードしました。いいよ、好きなとこ。好きなとこで。好きなとこで。どうしようかな。ワイド行きます。あれだ。よし、ここで決めたいな。よし、サーバー。あー。イエーイ。えぐいとこ入ったね今。よし。よし、ニーニー。よっしゃ。でかい。セーブ。あー。ちょっとプレッシャー精神で。プレッシャー精神。はい、はい、はい。はい、はい、はい。ちょっとそちらの。はい。リラックス、リラックス、リラックスミッキーを見て。センターで、センター、はい。アピーティ。ダモ。うわ。くっそ。くっそ。くっそ。あの人うぜえな。そうか、これリターンか。忘れてた。ちょっと開けすぎだな、フォア。ちょっとミスすんのかと思ってたら。うわー、エサえぐこの野郎。いいよ、調子よくなってきた。
はい、阻止しないと。食い止める。よし。ワンチャンあるな。すごい。すごい。ライン。ライン。ライン。ナイス、これ。よし。さあ、ティオン。よし。よし。よし。パワーで。よし。パワーで。ヌー頑張って返します。ヌー、ちょっと大事に行きすぎ。よし。はい。再開です。ね、ね、よし動いた、見えた、見えた、見えた、ミッキーが、ミッキーが動いた、こっちこっちこっちちょっとなんかこう、こうなって気がするんだよね、飛ばない分だけ振るイエス。すごい、なんかもうプロでも入るか入んないかぐらいのところに入ったよ、ピッポイントに。ここに、変わった、ちょっとこっちは帰る気配がない。よし、うわマジ取りたい。ディサイディング、ワンちゃん。よし、返す。あ、すみません。あ、いいサーブが入った。サーブ入れに来た。すいません、しっかりかかった。お前のほか白熱してる。よし、うわー入ってる。サーブ、バモスバモス。ナイスサーブです。やっぱり早い、早い、普通に早い。いやー入んない。押し切られてる。入んないよ。普通に小野田さんのファーストあのサービスゲーム状態になってる。あ、いや、オーライ、うわ、イエーイ。よし、はっ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 ですね。タイブレイです。タイブレイ、タイブレイ、5本で、はい、サーブ普通に、はい、ちょっと1本ずつ、はい、センターで、はい、よし、よし、ここを返す、はい、なんで、なんで、はい、よし、なんで届いてる。私もサーブ。そうか。はいはいはい。よし、尻尾もやでかい。ポン。よいしょ。うわー、ナイスリターン。おい。ちょっと押された分。いい角度に入ってた。取り返します。1本。よし、1本。よし、ついていかないと。よし、あ、いいサーブ。すみません。いやい
やいやいや、リコピンリターンそっちでポイント取らないと俺全く取れてないからほぼゼロポイントに等しい。振った方が良かったかもしれない。振った今思いっきり何も考えずに振った。確かに。あ、てててー。まだです。まだです。あれ？あ、まだか。そうか、4人か。もう勝ったかと思ってた。さないミッキーマジックに引っかかりましたね。よし。OK、じゃあ、なんとか返します。いや誰もいないから、誰もいないから、前行ったらやっぱ後ろか、誰もなかった、やばい、余裕ぶっこいてたら4分の1。よし、追いついた。え、でもマッチポイントサーブ2本でまだ2本あるから、じゃあボディ大丈夫、ここはガチの勝負。じゃあ思い切っていきます。はい、レッド。よいしょ。うら。よいしょ。いやー。よし。下田。ここ行って。下田。めっちゃ待ってた。やばい。44。44です。やばいやばいやばい。お願いします。44。振ってから。振った方がいいじゃん。ラスト。ラストです。得意なんで、我々最後にワイドへ、はい、最後の最後にワイド取っといたんで、まだ一本も打ってない。両方マッポ、はい、両方マッポです。うわ、ここで来たか。うわ、今日こそ、はい、うわーよしジャンボリ、ジャンボリミッキー勝った。危ない。4-1からの4-4になったので、流れ的には超危なかった。ありがとうございまし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 た。ミッキーダテッド発売中。ただいまの結果、4-3でチームディズニーテニスコレクションの勝ちです。イエーイ。ジャンボリミッキー、やっと勝てた。ありがとうございました。ありがとうございました。いや普通に最後の方もあんま、もうあんまノーハンデ、ノーハンデでした。ノーハンデ変わらずがしかし、自分のサーブの時、実はラケットを変えてたってことをバレてない。バレてなかった。26インチのでさすがにサーブちょっと無理かなって。でも最後はこれだったから、はい、まあ、あんまり関係なかったかなって。あ、そうですね、まあ、なんか変な感じ、最初の方にまだ慣れてない時に小野田さんとクロスラリーしてて押し込んでってる感じがあるのがすごい。これはやっぱちょっとラケットが短いっていうのと軽いっていうので、こう触れてない感じがして硬くなっちゃって、逆に最後ドカーンって一発いったのは、はい、逆に振った方が良かったかも。あれと思って意外と打てるな。まあ、ベースはあのプリンスのビーストですから、ね、まあ、別にしっかり打った時はあれですけど、まあ、ちょっと軽さとあれは順番。だってこれといつも使ってるやつと 50g 以上違うな。それはでもあのでなんか楽しい気持ちになりましたね。なんかそうですね、ハッピーでしたね、うん、はい、ミッキーの魂が宿っていて、はい、これ見た瞬間にこうやってこう集中してって言われてるような感覚して、何回か母ショットも
母でちょっとうぜえってこっちに言って母でうぜえってなってあれはやらない方がいいですねいやでも似てるから楽しかったです、はい、楽しかったです、はい、ということで、ディズニーテニスコレクションですね、これからちょっとシリーズで続いていくというような噂も聞いておりますね。まずこれ第1弾ということで、バッグ、ラケット、そしてあの刺繍のラケットバッグ、ね、かわいい、いやあれ欲しいですね、欲しいね、はい、いうことなので、皆さんですね、特にラケットバッグはですね、ジュニア大人限らずです、ね、うん、全てのメーカーのラケットをご使用いただいている方に利用できるものとなっておりますので、はい、ということで、まあ、やっぱりディズニーさんの、まあ、やっぱりアートのパワーと、まあ、やっぱりテニスの楽しさが今回ミックスすることで、うん、テニスの素晴らしさを伝えるっていうのが、まあ、我々のコンセプトと、うん、かなり合致するというところがありますね。やっぱりその道具も楽しむと、はい、まあ、プレーもそうですけど、やっぱ道具、好きなものを使って、可愛いものを使って、かっこいいものを使ってプレーを楽しむと、それが一番いいんじゃないですか、はい、うん、ということで、これからのディズニーテニスコレクションご期待くださいということで、概要欄の方にですね、詳細の商品の情報を、貼っておきますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。またね。